本日は10月22日、午後は2時です。私はただいま、連結ネクシスの列車本数を誇る、岩島分岐点に来ています。カメラを分岐する方に向けています。秋葉が神尾対、犬山方面へ。そして小島が石森や、岐阜へと繋がっています。名古屋駅からも近いので、自分が360度一周しているこの位置で親子連れや撮影者がごつうぎつやってくることが多いですね。まさにこの分岐点に、名古屋内空襲で消滅してしまった岩島橋駅があったそうです。旅に残っていたとしても、旅客営業はできなさそうですが。本日のテーマは、決してこの岩島分岐点の豆知識を語るあがではなく、この名鉄線に成功してかかる岩島橋という橋が改築されていくということで観察解説をしていこうかなと。なんせ時を遡ること、昭和から使われているので、そろそろ役割交代といった感じでしょうね。足場には、理想が綺麗に切り続いています。急いで名鉄といえば、美細の山崎駅、付近のソブエ銀杏パークという公園が有名で、急いやそれと名鉄、6800系とのツーショットを撮影して楽しむような場所があります。以前、そこへ向かって撮影しようと考えていたものの、この有様。ほとんど、葉っぱがついてないじゃないですか。てなことにならないように、皆さんも注意、いやまず、そんな初歩的なミスをするはず、ありませんよね。話を大きく戻しまして、早速岩島橋へと向かいましょう。ご覧の通り、ただいま絶賛工事中です。そもそもこの橋は、昭和の31年3月に完成しました。あの看板には令和の5年の2月に完成させると書いてありますね。何世よりに新しい橋が架けられます。この橋も含まれる国道110号線は、実に今更と名古屋を結ぶ重要な経由地となっています。橋の手すりにあった絵画を見る限りでは多数の人々が行き交っています。昔から重宝されていることがわかります。当時は名古屋に夜を眺めることができたのでしょうか。現在では名古屋駅も多くのビルで見えづらいです。実際に名古屋駅、方向へと渡ってみました。特に古い感じはしませんでした。そしてこちらには改築の案内書きが布、というものにありました。この改築では洪水の被害を少しでも減らせることと同時に、交通量の多い国道110号線の混雑緩和として片側2車線へと増やすことも目的としています。これは南北区間の移動がスムーズになることが期待できますね。しかし懐かしいですね。ひらがなで書かれた空の名前が書かれた看板。そこには補修作業中、仮看板と書かれています。もしやこの看板に英語が刷られるのでしょうか。いつもの鉄道の動画とは少し違った作風にしてみましたが、いかがでしたでしょうか。久しぶりに音質付きの動画を作ったので、まだまだ改善の余地はあると思います。時間こそかかりますが、何卒よろしくです。ということで動画を終えます。よかったら、岩島橋へ足を運んでください。ありがとうございました。おまけです。こちらが名鉄支店。そしてこちらが EAR 支店の岩島橋です。車窓から見ることが可能です。